おはようございます。これが瀬戸内海です。寒い。見えてきてます。今遊歩道を歩いてきてるんですけど、やばくない？風ないんだけど。やばいね。うわ、ということで今 T2 がタイムラプスを撮ってくれてるんですが、 T2 とあれキヤノンの 50mm F1.8、 もうちょっと日が昇ってきちゃったので撤退します。今からせせらぎの湯。せせらぎの湯、ね、うん、ここ1時間18分うん、あっという間です。そんなもん、うん、よし向かうか。うん、よかったね朝日。うん、めっちゃよかった。朝風呂行きます。すっぴんです。せせらぎの湯、名物巻き寿司、思い出博物館、足湯もあるし、ここは道の駅的なところの駐車場だったらしくて、上にちょっと今から向かいたいと思います。着いたー、せせらぎ。いいね。着いた。ここかな。あ、あったあった。この農家のご飯ことほぎ。どこだ？これ、あ、うん、ピアノ。すごい。かわいい。農家のご飯。こんにちは。最高。あまりにも良すぎるんだけど。ありがとうございます。はい、ご清聴しました。ことほぎランチ、ご飯多めでございます。ありがとうございます。すごい、おいしそう。すみません、ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。はい、めっちゃおいしそうです。めっちゃおいしそう。よかったです。もう野菜ばっかりなんです。最高です、それが。ありがとうございます。いただきます。
あ、湯葉じゃなかった、白菜だ。ちょっと待って、お茶碗ちゃんと持つ。白菜だ。おいしい？うん。染み渡る。ブイ？うん。自家製アイスと、こうだね。自家製アイスと、もう一回いくで。じゃん。自家製アイスと、ニリンゴのチーズケーキあ、ごめん、見ちゃった。笑いすぎて。ちょんって、ちょんってない。はやみしゅうちゃん作ったの。着きました。オンリー、私たちの前のめりは多分あれだと思う、うん、のここがセンター棟ですね。ここね、はい、来ました。グラミンカチェキン。お酒をごめんください。お酒置いてる？置いてんじゃん。ビアいただいていく？それを借りた。いける？開けようか？開ける。見て、ここ。フラミンゴ。大量の荷物。結構いっぱいな人いますからね。あ、そうなの。そっか、でも2人だから、うん、少ないね。確かに。うん。曜日。曜日。前のめり。前のめり。でかい。すごーい。ちょっとお待ちください。はーい。向こう側が見えるのがいいね。めっちゃいい。うん。あ、あったかーい。え、こたつ嬉しい。え、こたつだ。あまりにも良すぎる。よし、じゃあ説明ちょっとしておきますね。はい。一応一棟一棟コンセプトがあって、はい、まあ、この棟は視線が抜けるっていうのがコンセプトで、うん、はい、まあそのさっきも言ってもらった通りこう抜けてるんですよね。もちろんね、まあこの門型フレームを入り口からこう勝手口まで作ることで、うん、一個一個抜けるごとにいろんなものが見えてくるよっていう意味合いで作られてるみたいです。すごい。そのまま焼く？そうね。うん。え、できた。すごーい。上手。これさ、最後もう一個さ、さ、うん。なんか。安定しなかった？うん。敵麻薬？うん。ホタテ投入。で、今手元にはホタテ。食べよう。食べよう。いいね。いいね。師匠の椎茸。充実じゃないこれ。うん、最高。うん。
おはようございます。ただいま朝の4時寒すぎて暖炉をつけました。消えてきた。マジ？うん。でも木と木がさ、あんまり面してなかったからちょっと今向き変えたけど、あれを持ってきた方がいいかもしれない時の。どっちがエチオピアかガテマラ？ガテかな。おはようございます。ということで、おはよう。イモムシがいます。イモムシみたいになってる。いいな T4、 バリアングルしながらファインダー覗いてるわ。ナスのホイル焼き、朝ごはんにします、うん。かなり日が来たね。迫ってきてる太陽、うん、来てる。鮭も焼き始めた。どっちがいい？どっちもいいよ。では朝ごはんを食べます。よし食べよう。うん、うん、うまい。おいしい。怖っ。外のご飯うまっ。うん、なんかさ倍美味しく感じるよね。うん、みんながやっぱ日の元でご飯食べたい理由がわかるね。うん、暑い暑い。 DNA に組み込まれてる。うん、はい。というわけでちょっと暗いか、前のめりでした。ありがとうございます。行きましょう。帰って持って帰る。うん、車までコロコロします。よし、バイバイグラミンカ。バイバイ。最高でした。行きます。目の前とかすごい。こんな道を通ってきた。